って書いてあるものをちょっと見てもらえますか。こういう下の方に星が書いてあるようなものあるかな、一番上にあるものです。で、最初にちょっとだけ解いてみたいなと思います。大きい1番が、モンシロチョウの話になってると思うんですけれども、大きい1番2番ぐらいを、ちょっと解いてもらえるかな。で、回答用紙がねついています。セットでこんな風にありますか。これです。裏がね、答えになってるんですけど、答えじゃない方をちょっと見てください。こちらの方に、ちょっと時間が短いんですが、3、4分で一番大きい一番ぐらいならできるかなと思うので、ちょっとやってみてください。もしちょっとどこやるか分かんないよという人いたら手を挙げてくれれば先生に。はい、ではね、まだ解いてるよっていう人も、終わっているよっていう人もいると思うんですけれども、ちょっとごめんなさいね、本当に触りだけですが、ちょっと解いてもらいました。簡単にね、答えを言ってみたいと思うんですけれども、自分のどのくらい合ってるかなってちょっと確認してみてください。言いますね。大きい1番の A のところ、まずここは幼虫ですね。で、 B はサナギ、 C 幼虫で、 D は頭で、 E は胸で、 F が腹ですね。で、 G のところは6で、大きい2番のカッコ1はイカクケ、全部あったでしょうか。1個でもね、ちょっと足りなかったらまた後で見直ししてください。で、カッコ2番は、このモンシロチョウと同じ育ち方する昆虫はこの中では、カのカイコガ、そしてクのカブトムシになります。で、カッコ3番のトンボと同じ育ち方をするのはイのバッタと、それから、毛のカマキリですね。大丈夫かな。サナギを通ってこう育つものと、それから脱皮をするものとに分かれているかなと思います。またね、ちょっと抜け落ちてるのはあったら確認してみてください。で、それから大きい2番、ちょっとね、小学生の皆さんが苦手な星のところなので、ここはちょっと解説してみたいなと思います。みんなで問題ちょっと解いてみたいと思います。大きい2番はちょっと問題読んでみますね。随一、岐阜県で午後6時ごろある星座を観察しましたと。まずこの星座の名前は何でしょうか。今ちょうど今の季節見れる、あ、答えてくれますか。あ、手を挙げてくれるんですね。あ、じゃあ聞いてみましょうか。はい、じゃあどうしよう。じゃあ最初に挙げてくれたあなたに、オリオン座。オリオン座、いいでしょうか。ちょっと小さくて見えなくて申し訳ないんですけども、この辺に置こうか。これ冬の星座になります。冬にね、本当によく綺麗に見える星座です。で、図だとちょっとこういう、この辺は書いてないんですけれども、本当にこういう形をしています。で、本当に何ていうのかな、綺麗に光るので発見しやすいですし、有名な星としてはね、ここにテテルギウスっていう星とか、それからリゲルっていう星なんかが見やすいんじゃないかなと思います。今日はちょっと雨なのでね、見れないかもしれないんですが、晴れた夜なんかはとても綺麗に見えるので探してみてください。で、括弧2番も、先生が答えを言ってしまいましたが、冬になります。で、括弧3番いきますね。図1の左の方向は、東西南北のどれでしょうかと。これは大丈夫かなと思いますけれども、じゃあ聞いてみようかな。これどうでしょうか。括弧3番どうですか。方角の問題です。じゃあ、あなたに東になりますね。いいですかね。東の方向です。
で、括弧4番、観察した日の午後10時ごろの星座の記録の図として正しいものはどれでしょうかと。これはじゃあちょっと、少し考える、ほんの少しですけど、いっぱいあるうちのどれなのかな、ちょっとだけ見てみてください。これじゃないかなっていう思う人、じゃあなた、ウロでしょうか。あるか、ウだとちょっと違うかな。でもちょ間違えちゃう可能性はありますね、ウはね。じゃあどう、じゃああなたのか、エだとまたこれも形が。最後に一人聞いてみようかな、最後。じゃあラストに、この一番後ろの、はい、これはね、そうですね、あ、答えが出ました、おになります。じゃあなんでなのかなっていうのをちょっと確認しておきますね。冬に、見えるよっていう話をしたんですけれども、星座の大きな動きをちょっと確認しておきます。今この辺にありますよね。でこれがだん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 こんな風に南の方をこう登っていく感じになってきます。なので例えば、あとかいなんかはなんていうのかな、そのまま上に上がっている状態になってますよね。図を見てもらうと、ここがそのまま今の状態から上に上がっている状態に同じ木があるので、こういう風に上がっていって、そのままこうなんていうのかな、西に沈んでいく感じに、こういう動きをしていきます。こんな風な感じね。なのでこれの場合だと一番いいのはおかな、こんな感じかな、こんな風になっていま す, ですか、ね。じゃあ大きい2番いきますね。次は月の話になってます。満月が、観察されてから4日後と1週間後に南の空に見える月の形はどんな形でしょうか。身近ですけどね、どんな感じかなと考えてもらいたいところなんですけど、ちょっと時間の関係で先生が簡単に話しときますね。じゃあちょっと前を向いてください。まず月がこう生まれてから、生まれてからかな、でだん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 満月や月の形が変わっていくまでをちょっと図でちょっと先生なりに描いてみたので、ちょっと見てください。見えない時が曇りとかしないですよ、新月でみんながしてそうな三日月で、だんだん月の形が大きくなってきます。で、あ、半月かな、でこっちが月がないところからこうこっち側が増えていく、この形の時が上弦の月って言いますね。で、そしてこんな風にこっちの方がだんだん増えてきます。こうなってこれは知ってると思います。満月、ちょうど綺麗な丸になった時ですね。そしてずっと満月ではありませんから、だん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 またこちら側から少なくなっていきます。もっと少なくなってしまいました。で、また半分になる時が来ます。で、ない方が違っていますので、左側かな、左側がないよっていうのが上弦の月、右側がないよっていうのが下弦の月って言います。で、またどんどん細くなっていって、もっと細くなっていって見えなくなっちゃうよっていうのが新月になります。ここからここに行くのが1週間ぐらい、ここからここに行くのも1週間1週間1週間で、だいたい1ヶ月で
厳密なこと言うとね、いろいろあるのであれなんですけれども、大体1ヶ月ぐらいでこれをこう一周しているという感じになります。ということは、考えてもらうと、この、4日後ですね、満月が観察されてから4日後なので、これ、ここから1週間は行ってないから、このどちらかが欠けてればいいのかなと思います、4日後の方は。で、1週間後の方は、今度ぴったり半分になっているもの、下限の月が欠けたらいいのかなという答えになるといいと思います。またね、回答に書いてあるので、見てみてください。今、オープン模試の問題の方を解いてもらいましたが、うちの学校の問題はオープン模試とそれから、本当の入試の問題ですね、相関関係がある程度あります。で、まあ、オープン模試だからこういう対策、入試だからこういう対策という別々の対策は必要ありません。で、まあ、オープン模試の問題、今度オープン模試に臨む人多いと思いますが、入試の問題もね、すごく参考になりますので、一緒に入試の問題が入ってますので、ちょっとそちらの方今度は出してみてください。23年度前期入試と書いてある問題です。今度はこっちの問題を一問実際やってみたいと思います。その前期入試というプリントのその2という2枚目のプリントを出してください。はい、その2の、3番の問題ですねを実際にちょっとやってみてください。しばらく時間を取りますので。はい、これすごく有名な話だと思いますがね、小惑星探査機の、はやぶさですね、すごく話題になった事柄ですからみんな知っていると思いますが、それの名前を書くのが一番の問題ですね。それからどういう小惑星に行ったかっていうね、糸川と、いいですね、呼ばれる小惑星で、次3番、これがちょっと計算問題になってくるので、ちょっと時間はかかるかなという問題ですが、ちょっと表にまとめてみます。どの部分を出すのかということね、もうあと本当に少ししかない、もうちょっと詳しく解説しようと思ったんですが、この表を使って考えるとすごく分かりやすいと思いますので、ちょっと細かく説明したかったんですが、この小、まず一つ目の、地球の直径を求めるっていうんですね、実際と例えをこうやって表にしてみると分かりやすいです。そうするとこの小惑星の実際の、直径とそれから例え5ミリの時ここはどうなるかっていうね、この関係がよく分かります。これどんだけの開きがあるかっていうのを考えればいいわけですね。500メートルを5ミリメートルで表したわけですから、ゼロ何個分、簡単に言うとゼロ何個分変わっているかですね。だからこれはちゃんと算数の知識でメートルをミリメートルまで直していける、という知識が必要ですね。1メートルは100センチ、さらにセンチメートルは、1センチメートルが10ミリですよね。ということでそのゼロの数をしっかりやっていくと、ゼロが5個分、ちょうどゼロ5個分ですの差になる。そうするとこっちもゼロ5個分ずらしてやればいいってことになるわけですね。ゼロ5個分ですから、それからまたこれもキロメートルだと小数になっちゃうので、それをメートルに直すとちょうどどういう答えになるかというと、A の130メートル。
だとちょうどその比率ですよね。どんだけのこのね、例えとの差を見つけるということが大事です。本当はもうちょっと書いて計算したかったんですけど、時間の関係でちょっと次に移りますが、今度も同じです。結局はね、考え方は同じです。今度は地球の直径が、もちろん与えられている。でこの例えが13センチにしましょうって書いてあるわけですね。これもどんだけの差があるかっていうことを考えるわけです。今度はキロメートルからセンチメートルに直す。ね、一気にはいけませんと思うんで、キロメートルからメートルにまず換算するわけですね。1キロは1000メートルですね。本当は聞いてやりたかったんですけど、1キロは1000メートル。さらにそのメートルをセンチに直す、ね。1メートルは100センチですよね。ということで0をバーッと書いていって、計算するとちょうど0、8個分の差があります。0、8個分。でこっちもこの3億。3億っていうと0、ちょうど8個分つきますからね。わかりますかね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億の桁ですからね、3億。0、8個分です。つまり0、8個分取ると、ね、ちょうどキロメートル一致しますよね。そうすると答えはさっと出ると思いますが、約3キロということになるわけですね。両方とも計算あったよという人どのぐらいいますか。おお、はい、3分の1ぐらいかな。はい、ということで、結構ね、ゼロいっぱい出てくるし、これね、大変な計算だと思いますが、ね、両方あった人は素晴らしいと思います。あとは、4番は電池の問題ですね。これも教科書なんかには載っていない電池の名前も入っているかもしれません、ね。まあ、答えはウとエなんですけれども、リチウムイオン二次電池と太陽電池、ね。今非常に注目されている太陽電池、それからリチウムイオン二次電池、これはすごく電子機器に最近はすごく用いられている電池です。それから5番の答えはウで、地球誕生の謎を解明するためですね。最後6番は、大気、空気ですね、という答えになってます。で3番の問題、解いてもらって何が言いたかったかということですが、ね、もちろんそのハヤブサの話は有名ですが、もちろん教科書に事細かに載っている内容ではありませんよね。ところがこういう入試問題とかオープン入試の問題にも出てきます。つまり、これは普段のニュース、ね、それから身の回りの理科に関するような内容も、出題される可能性があるということです。教科書だけやっていれば、全部解けるかというとそうではなくて、やっぱ、周りの世界に目を向けるということが大事だということを言っておきたかったというのが一つありますので、まあ理科に関するニュースとかね、そういうものをこう最近あったニュースとかをね、ちょっとまとめておくといいかもしれませんね。以上で、ちょっと本当に20何分という短い間でなかなか話しきれないんですけれども、少しはちょっと感じ取ってもらえたかなと思いますので、理科の方も頑張って、勉強してほしいなと思います。ありがとうございました。